私を法王にですか。佐伯よ、監視を厳重にしなさい。私が先代を。世の中が荒れるでしょうね。道教および仏教勢力の排除です。豊成よ、大病を患っていたそうですが、もう大丈夫なのですか。ご心配をおかけしました。推し活が亡くなった直後に治るとは、なんとも都合のいい病ですね。たまたまですよ、それは。まあいいでしょう。藤原の豊成よ、そなたの罪は恵美の推し活によって作られた偽りのものであると判明しました。これより右大臣として政権に復帰してもらいます。大砲ですか。もうその呼び方は廃止します。推し活が勝手に東風名に変えただけですから。右大臣として順任天皇、そして後見上皇様の政権をお支えいたします。順任天皇は近く廃位する予定です。そして私が調査して第48代目の天皇となります。これはこれは、即位おめでとうございます。お名前はそのままですか。聖徳と名を改めるつもりです。聖徳天皇、いいお名前ですね。私の政権を支えてくださいね、右大臣殿。764年、順任天皇が廃位して調査した後見上皇が聖徳天皇として第48代目の天皇になりました。聖徳天皇は日本で唯一出家したまま天皇になったと言われています。天皇様、本当によろしかったのですか。私のために太政大臣善治などという新たな役職を作っていただいて。よい、そなたのためじゃ。ありがたき幸せ。来年には法王にする予定じゃ。しっかり励むのだぞ。どうきょう。私を法王にですか。ありがたき幸せ。この道教、あなた様を支えるべく神明を落としてお役目を果たします。頼りにしておるぞ道教。では早速天皇様にお伝えしたいことがございます。なんだ、申してみよ。墾田永年私財法による開墾が激化しているように思います。これ以上の貴族による墾田私有は危険かと存じます。わかった、では禁止にしましょう。765年に下墾禁止令という法令が出されます。寺院以外は新たな開墾を禁止するという内容で、道教が勢力を拡大するための法律といっても過言ではありませんでした。これにより墾田永年私財法は約20年で中止となってしまいます。一方、先代の順任天皇は推し活と深い関わりがあったという理由で廃位の後に淡路の国に流されていました。佐伯のタスクよ、大井王の様子はどうです。いまだに大井王を訪ねてくる者が後を絶ちません。恐れながら申し上げます。もしや大井王は再起を図っているのではありませんか。あの大井王がそんなことを考えるとは思えんが。では利用されているのかもしれません。利用。昨年の推し活の反乱でも直接は何もしていませんし、天武天皇の孫にあたる人物ですから正当性はあります。それに加えて御しやすいとなれば擁立する者も現れるでしょう。その可能性は十分に考えられますね。佐伯よ、監視を厳重にしなさい。承知いたしました。では失礼いたします。佐伯殿、道教様いかがなさいました。先ほど伝え忘れたことがございまして。何でしょう。大井王を病ということにして殺めてください。私がですか。他に適任の者がいるとでも。しかし、ではこうしましょう。捕まえることを前提にしてわざと逃がしてください。わざと。そして捕まえた翌日に命を絶つのです。そうすればもし計画が明るみになったとしても、謀反の企てがあったとして、私が佐伯殿の正当性を天皇にお伝えすることができます。私が先代を。佐伯殿、出世したいとは思いませんか。
大伊王が生きている限り、あなたはずっと淡路の国にとどまることになりますよ。それはご安心ください。仏様は分かってくださいます。あなたの行いはこの国のためになるのです。765年、純仁天皇が亡くなります。公式には病死となっていますが、葬礼が行われた記録がないことから、実際には暗殺されたのではないかと言われています。監視役を務めていた佐伯のタスクは、翌年の766年に山城の神に任じられています。そんな中、右大臣の藤原の豊成が病床に伏します。お体の具合はいかがですか、豊成殿。これは真備殿、もう長くはありません。そうですか。優秀な人物が亡くなってしまうことは本当に残念です。私は別に優秀ではありませんよ。実の弟にしてやられた男ですから。マキビ殿、その件に関してはお手数をおかけいたしました。いえいえ、私は支援を晴らしただけにございます。むしろお身内を殺めてしまいましたこと謝罪いたします。権力は人を狂わせる。推し活もその犠牲者だったのかもしれません。そうかもしれませんね。正しいこととは何なのでしょうね。聖武上皇が正しいと思って建てた大仏様も民を苦しめてしまった。聖徳天皇も仏教を広げすぎていますしね。僧侶が太政大臣になり政治の中心にいる。想像もできなかった時代だ。法王になられたそうですよ、道教殿は。それは大出世だ。そのうち天皇になるのではないか。聖徳天皇は皇太子を決めていないというし。その可能性は大いにありますね。分けの王のように謀反を起こす者が続々と出てくるでしょう。道教が天皇になったら前代未聞の事態だからな。世の中が荒れるでしょうね。ま、もう私には関係ありませんが。あれ、聞いておらんのですか。私の後の右大臣は真備殿にお願いしたいと言っていましたよ。それはそれは、人使いの荒い天皇ですね。豊成は766年に亡くなってしまいます。その後に右大臣になったのは吉備の真備で、学者出身としては異例の人事でした。そして道教が任じられた法王とは、宗教上の最高指導者などに用いられる呼び方で、宗教上天皇よりも身分が高くなっていました。聖徳天皇の下で異例の出世を遂げた道教は、仏教を中心の政治を展開していくことになりますが、そんな中、そのことをよく思わない者たちが動き始めます。長手殿、左大臣昇進おめでとうございます。何もおめでたくはないぞ、お黙ろよ。実質政治をしているのは道教だ。それに右大臣になった吉備の真備も、推し活の反乱を鎮圧したことで聖徳天皇のお気に入りになっている。私が入る余地などない。それでこの私に何の用だ。祝いの言葉を述べに来ただけではあるまい。長手殿にお手伝いしてほしいことがございます。こんな私に務まることなんかない。そんなことはございません。藤原氏の中で今一番力のある長手殿にしか頼めないことです。それはどのようなことだ。道教および仏教勢力の排除です。また大それたことを申すな、式家の者は。広継の二の舞になるぞ。しかしこのまま野放しにしておけば藤原氏の立場が危うくなります。奴らは貴族を目の敵にしていますから。過婚禁止令がいい例です。確かに聖徳天皇の道教への寵愛ぶりは目に余るものがある。いいだろう、お主の力になろう。ありがたき幸せ。
それで何か策はあるのか。いえ、これから考えます。思いついてはいないんだな。はい、残念ながら。藤原のおだまろは藤原式家の祖、藤原の馬飼いの八男で、聖徳天皇の下で重用され、瞬く間に昇進しました。後に藤原の桃川と名乗る人物です。さて、次回の百花繚乱歴史伝は、道教が天皇になるべきという神託により起こった事件、宇佐八幡宮神託事件にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。